これより令和3年度郡山歴史文化遺産フォーラムの講演の内容をお送りいたします。本フォーラムは、仮称郡山市歴史情報公文書館の整備を進めるにあたり、施設整備や郡山の歴史文化遺産について市民の皆様と一緒に考え、理解をさらに深めていくために開催するもので、今回で4回目を迎えます。今年度は、郡山の中世史を考える、洗猫堆跡と朝会当主を中心として、と題し、令和4年2月19日に、郡山市立中央公民館多目的ホールにおいて開催いたしました。当日は一部予定を変更し、公益財団法人郡山市文化学び振興公社文化財調査研究センター所長柿内和隆様のご講演のみを実施いたしました。それでは、洗猫堆跡を考えると題して、柿内様にご講演いただきました内容をお送りいたします。今ご紹介ありました柿内です。日常的には郡山市の遺跡の発掘調査などを行っていまして、その成果などを市民の皆様にお広くご紹介するような、そんな仕事をしています。で、今回は郡山市を代表する中世の遺跡である洗猫堆跡の内容について、あとそれから洗猫堆跡が、語るものっていうんですかね、歴史的な背景についてお話をさせていただきます。で、本来であれば私の前に高橋明さんが、朝霞郡の、領主である伊東氏のことについて詳しくお話をして、で、その後その内容を受けて私が、洗猫堆跡のお話をする予定だったんですが、諸般の事情で、高橋さんのお話ができなくなったということですので、ちょっとですかね、少しその私の話の前提としまして、朝霞伊東氏のことについて若干、触れて、それから、その中で洗猫堆跡をどういうふうに考えたらいいのかということをお話しさせていただきたいと思います。で、皆様の手元にある高橋さんの資料、文章になっているので、通読していただければ、大体ご講演の内容、高橋さんのご講演の内容、お分かりいただけるかと思うんですが、私の報告に関わるところで、要点をお話ししますと、中世の朝霞郡というのは郡山市の西側半分ぐらいですかね、阿武隈川から西側、今私たちがいるところも中世朝霞郡に含まれています。その中世朝霞郡の領主である伊東氏という一族、今鎌倉殿の13人という大河ドラマやってますね。あそこに伊東祐親って出てきますよね、敵役で出てくる、あれの一族ですね。あの一族が鎌倉時代にこの辺りを所領にするようになった、その一族になります。その朝霞伊東氏が、伊東氏なんですけども、だんだんこう時代を経るに従って、こう自らのアイデンティティといいますかね、そういうものが変わっていって、自分の名字を伊東ではなくて、朝霞っていう名字に変えていったんだと、それはおそらく南北朝時代から以降のことになると思うんですが、そういうようなお話が一つ高橋さんのお話になります。朝霞郡の伊東氏というのは、南北朝時代以降朝霞氏に名字を変えていくんだ、それは自分のアイデンティティを踏まえて、そんな話が一つ。それから、その朝霞氏を称することになる伊東氏の本拠ですね、それが実は今回のフォーラムのテーマの一つである洗猫堆跡と非常に関わるのではないかということがもう一つ。で、もう一つは、その洗猫堆跡に隣接する今亡くなってしまったお寺、安養寺というお寺があるんですね。その安養寺と洗猫堆跡というのは非常に密接な関わりにあって、朝霞伊東氏を考える上で欠かすことができないんだっていう、そんなことを、高橋さんの資料から私は読み取りました。で、大筋では私の、お話しする内容と高橋さんのお話しする内容というのは一致してるんですね。細かな点では多少違うことがあるんですが、大筋で一致してる。ただ違うのは方法論が違って、高橋さんは文字に書かれた記録、文献資料と言っています。そういうものを中心に検討された。
それに対して私は今プロフィールといいますか経歴で紹介していただいたように主にこう学徒調査をなりわいとしてきたので文献資料ではなくて考古学的な方法論によって遺跡の発掘調査遺跡であるとか遺構であるとか遺物であるとかそういうものから古い時代を考えていこうそういうふうにこう研究のスタンスといいますかそういうものが違うということをご理解いただきたいと思います。ですから本来であれば文献史学の成果である高橋さんの成果と考古学の私の成果と合わせて浅貝当主ですか中世浅貝の全体像というのをご紹介できることができたはずなんですけどちょっとそれができないのは残念だなと私も、高橋さんとは自分講義にさせていただいていて一緒にこういう席でお話しすることもあるんですが、まあ、この中でもご存知の方いると思うんですけど高橋さんってすごく情熱的に喋られる方なんですねこう熱のこもった話し方をする方で、私高橋節っていうふうに言ってるんですがその高橋節を久しぶりに聞けるなと思っていたんですが、ちょっとこれ今日は聞けなくて残念だなと思う反面あの熱弁の後に喋るのってなかなかこうパワーが必要なんですねなかなかああちょっとほっとしたなってい いうような気持ちもあったりしますそれであのスライドっていいますかねパワーポイントを用意してきたのでそれを踏まえそれを見ながらあと皆さんの手元にある資料とパワーポイントの内容がこうリンクしていますので資料を見ながらあと正面の映像を見ながらお話を、聞いていただければなと思います。機械を操作するのでここからは座らせていただきます。正面の画像見えますでしょうか。大丈夫でしょうかね、これは、皆さんご覧になったポスターとかチラシの一部を抜粋してみました。郡山の中世史を考えるということで、これが全体のテーマで個別的には荒井猫堆積と浅貝当主中世浅貝郡の領主ですねその話をするで私が荒井猫堆積の話をして高橋さんが浅貝当主の話をするとそういうような、予定でした。四角で囲ったところこれ私が荒井猫堆積を考えるというところで、ポスターに使われているポスターチラシに使われているこの写真北側から荒井猫堆積の、発掘調査していた時の状況を写したものです。今ビッグパレット福島に立ってますね。あの旧4号線といいますかねちょっと前まで国道4号線だったところ福島県の合同庁舎が建つ予定のところですがあの辺りの遺跡です、画面の左側にこう線路が通っているのが東北本線 JR とかそういう線路があってで右側に元の国道4号線があったというふうに思ってください。で、この黄色く今点線が出たところこれが荒井猫堆積の中のこう発掘調査では館へと言っていたところなんですが鎌倉時代の館が見つかったところでこれ赤い線が入ったところこれ荒井猫堆積ってすごく全国的にも著名な遺跡でなんで著名になったかというと鎌倉時代のこう幹線道路の跡が見つかってその周りに町が見つかったということで非常に有名になったんですね。その幹線道路が赤いラインのところになります。でここ安養寺先ほどちょっとご紹介しましたけど荒井猫堆積と非常に密接に関わる寺院跡だろうっていうのがちょうど JR の線路を挟んだ反対側 南東側っていいますかこれ写真北側から見ていますね。南東側に安養寺の旧境内地があったとそういうような位置関係になります。もしチラシとかお持ちの方は後で見てみてください。これは私の、資料から、取ってきたものです。まず左側の図面これ図資料の方では図1として挙げていたものです。今の写真を現代の地図に入れて、見てみたものです。真ん中辺ですね館 B あるいは館 A と南北に通っている鉄道の左側西側に赤い印がついています。ここが荒井猫堆積のおおよその位置になります。でその下に、増場遺跡塚城遺構というのが、印がついているところこれが安養寺の跡のあたりだというふうにご理解ください。非常に近接した位置に、中世浅貝郡の重要遺跡が、存在しているそういう位置関係です。
今私たちがいるところは地図の上の方ですね、海西山公園、左側の上に池がついていて、その近く、その右側あたりになりましょうかね、そのあたりに今私たちはいるということになります。ここですね、ごめんなさい、ここの今黄色い印がついたところが荒井猫と遺跡の、範囲になります。で次、右側の図面を見ていただきたいんですが、これが浅海投資団荒井猫と遺跡の発掘調査した時の状況といいますかね、遺跡を掘った時にこんなものが見つかったんだっていうのを、平面の図面で表現したものになります。四角くいくつもいくつも区画があると思うんですが、この部分だけを発掘していて、周りの白い部分に遺跡がないんではなくて、この部分だけを発掘しているということなので、この四角い枠の周りの白くなっているところにも、遺構のつながりといいますかね、そういうものが広がっていたというふうに、ご理解いただきたいと思います。でこの遺跡で注目したいのは、今水色っていうか青色の線が入ったところ、ここに埋もれてしまっていた川が見つかってるんですね。で川を境にして、大きく言うと南側、地図で言うと下ですね、下側と川の北側、上の方ですね、2つの遺跡のまとまりというか遺構のまとまりが見つかっています。で大きな流れで言うと、川の南側は鎌倉時代で、川の北側が、南北朝時代から室町戦国時代ぐらいまで、下の、川の南の方が古くって、上の方が新しい関係になる。でも大きな意味では両方とも中世の中に含まれてくる時代です。そういう時代差のある遺構群というものが見つかっています。でまず鎌倉時代の荒井猫と遺跡、今の赤い印がついたところが先ほどお話しした、鎌倉時代の主要街道、当時の言葉で言うと奥の街道というふうに言っているそうです。今で言うと東北自動車道とか、あるいは国道4号線とか、そういう南北に東北地方を貫く幹線道路だというふうに理解してください。そういうようなものが、南側の遺跡の中を南北に貫いているということが分かって、まあ、これが非常に注目を集めたんですね。でただまっすぐなんではなくて、 両末端といいますか、北側と南側が少し東の方に屈曲しているっていうのがお分かりいただけていると思います。ですからこの荒井猫と遺跡の南側の中心部の部分だけまっすぐになって、あの下の末端と上の末端は東の方に折れていくと、まあ、そういう非常に私なんかが見ると非常に計画的に道路が作られているなというふうに感じます。でその計画的っていうののもう一つ根拠になるのが、ちょうどその直線道路の部分の真ん中のあたりに東西方向の道路、今茶色い印が出たところですね、東西道路の道路、ちょうど直線部分の真ん中のところに来てるんですね。これはこう意図的な道路の敷設って考えるのが、まあ、自然かなというふうに考えています。でそのバッテン部分、交差点ですね、この交差点が非常に重要になってくると思います。古代の用語で交差点のことをちまたっていうふうに言うんですね。でちまたっていうのは、どういうところかっていうと、北から南から、西から東から、人であるとか物であるとか、そういうものがこう集まってくる、こう物流の交差点っていいますかね、そういう人とか物とかの流れのこうちょうどこう交差する、まあ、交通の要衝なんていうふうに簡単に言ってしまえるかと思うんですが、そういうようなところに当たるのかなと。まさにこう今の郡山がそうですよね、南北の交通路線といいますかね、それと東西の交通路線がこう直行するようなところ、まあ、それがこう経済的な発展に結びついていってるんだろうと思うんですが、それがこの鎌倉時代のこう南北の奥の態度、幹線道路と東西方向の道の交差点のような、そういうようなところの遺跡で、あとその南北東西の道の周りに黒いこう汚れっていうかつぶつぶみたいなのが書いてあるんですが、これ当時の建物の跡とか、あるいは井戸とかゴミ捨て穴とか、そういうようなものの遺跡の跡なんですが、その道路の周りにたくさんの建物なんかが、いろんな施設が立ち並んでいた様子っていうのを示しています。ですからこの交差点の周りに町が広がっていた、これ非常に注目を集めたんですね。
で、その南北道路の南東側のところ、今黄色い印がついたところ、ここに鎌倉時代の館が見つかっています。発掘調査では館 A なんていうふうに呼んでいます。で、今度川の北側になりますね。川の北側の新しく今黄色く丸がついたところ、これ館 B といって、もう荒井猫大遺跡では2つの館が見つかっています。で、時代差があって、南の館 A は鎌倉時代が中心で、北の館 B は、室町時代が中心だということが発掘調査の結果分かっています。川を挟んで時代差があるということですね。ただこの2つの館 A と館 B、 あるいはその周りに広がっている、発掘調査報告書では北の町、それから南の町っていう表現、これ私あんまり好きではなくて、ちょっと誤解を招く表現だなと思ってるんで、あんまり使いたくないんですが、便利な言葉なので使わせていただくと、南の町と北の町で時間差があって、で実はこの両者っていうのは密接に関わっていて、そこから出てきた出土遺物茶臼なんですけども、茶臼に接合した例があるんですね。接合っていうのはどういうことかというと、南の町から出てきた茶臼のかけらと北の町から出てきた茶臼のかけらがくっついたんですね。ということは、こう密接な関係があるだろうとというふうに指摘されていて、私もその通りだろうと思います。で、その茶臼の例だけではなくって、南の町から北の町に行く道の跡っていうのが見つかってるんですね。あの北東が北側のところから赤い道が屈曲するあたりから左の方に降りていく道が、北西の方に伸びていきます。これ北の町の方につながっていく。で、それだけじゃなくて、南のこう交差点のあたりから南のこう屈曲するとこからもやはり斜め上の方に道が伸びている。あと、もっと言ってしまえば東西道路の、西側の方にずっと進んでいくと、おそらくこれ先行くと川を渡るんでしょうけど、川を渡って上に折れていって北の町の方に続いていくような道筋もあっただろうって考えられるので、南の町と北の町っていうのは時間差はあるけれども、密接に関わる。簡単に言ってしまうと、南から北へ中心が移っている、移動しているっていうこと、これはすでに指摘のあることなんですが、そういう関係性に南の町から北の町へで移行していくっていう関係性があるんじゃないかというふうに考えています。はい、ちょっと飛んでしまいましたけど、いいですかね。はいはい。で、じゃあ、今荒井猫大遺跡の話をしてるんですが、荒井猫大遺跡という遺跡は大事な遺跡なんですけども、遺跡っていうのは単体で存在するものではないんですね。いろんな遺跡が関わって一つの地域の地域像っていいますか、そういうものを構成するので、荒井猫大遺跡一つだけを考えていてもなかなか遺跡の性格っていうのが分からない。それでこう注目すべきなのが、銅場遺跡というものになります。で、銅場遺跡については高橋さんも大きく取り上げていて、私の報告の資料よりも高橋さんの報告の資料の方が非常に、詳細に書かれているので、そちらを見ていただくといいんですけど、高橋さんの資料の2ページ目と3ページ目になりましょうかね。2ページ目と3ページ目、地図、私の図1の方の資料を紹介した塚城遺構というふうに書いてあるところ、そのこれ東北新幹線を建設する前に、発掘調査をした時の記録なので、もうすでに非常に古い調査成果なので、なかなか内容の、分かりづらい点もあるんですが、その銅場遺跡の中で、塚のように土が盛り上がっている遺構が確認されていました。で、その塚城遺構、塚のように土が盛り上がっていたものを写真に、当時ですので白黒写真しか残っていないんですが、その白黒写真をこう報告書からこう引っ張ってきたものです。横から見たところですね、わかりますでしょうかね。こう盛り上がっている、まるで古墳のようにこう土を盛り上げた、そういうような遺構が見つかっています。で、この塚城遺構を上のところを発掘をしたんですね、当時。で、そうするとこう石敷きのようなものが見つかって、ここから骨臓器って言いますかね、人の骨を
仮装してそれを収めたような、そんなような仮装骨のようなものが見つかったという記録があるので、どうも、これは古墳ではないんですけども、まあ、中世のお墓なんじゃないかということが、当時の記録、あの発掘調査の報告にされています。で、問題になるのはこの中世のお墓がいつ頃のもので、まあ、誰のお墓なのかということになるんですが、なかなかこう発掘調査をしただけではこのお墓が誰のものかっていうのはわからないし、いつのものかっていうものも出てくるものがこうきちっとしたものが出てこないとなかなか年代決定することができないんですが、この銅場遺跡の塚上遺構についてはそれをこう知ることのできる手がかりっていうものがありまして、これも当時の記録をこうよく読んでみたんですけど、なかなかはっきりしたことはわからないんですが、ジョンとこういう板碑がこう近くにあるんですね。これ安養寺にあったっていうふうにこう記録に残っている板碑で、これ今は朝霞の宝光寺っていう朝霞町の宝光寺っていうお寺さんに、現物が、残っていて、二本松藩の志士によると、これが今の銅場遺跡のところにあったものを後の時代に宝光寺に移したんだっていうふうに記録が残っていたので、どうもこの塚上遺構の上にこの安養寺の板碑が乗っかっていたようなんですね。で、この安養寺の板碑は、よくなんか正面を見てみると文字が書かれていて、その書かれた文字を解読することによっていつ頃のもので、誰のお墓であったのかということが書いてあるんですね。で、この安養寺の板碑の釈文といいますかね、どんなことが書かれているのかということが、高橋さんの資料の2ページ目の左側のところに出ています。真ん中辺に、下の段の真ん中のところにあるこう拓本がこの板碑のこうどんな文字が書かれているのかということですね。あの真ん中に大きく書いているのが阿弥陀如来のマークになります。で、マークの下あるいは右左に、左側に書いてある文字が書いてあるんですが、これ簡単に言うとどんなことが書いてあるかというと、泉の庄司という人物の百花日の法要のために藤原助重という人物がこの板碑を建てたんだと、まあ、法要のためにこの板碑を建てたんだということが書かれているわけですね。で、じゃあこの問題になるのはこの泉の禅師という人物と藤原助重という人物なんですが、これ高橋さんの資料を後でお読みいただくとお分かりのように、泉の禅師というのが浅香伊藤氏の歴代の中の、伊藤の助義という人物だということが分かっています。で、いろいろなこの系図類なんかを調べていくと、この助義の子供に助重という人物がいて、その助重が父親の百花日の法要のためにこの板碑を作ったんだということが分かっています。で、その年代が弘安6年、鎌倉時代の終わりぐらいですかね、真ん中よりちょっと新しいぐらいの時代、そのぐらいにこの、石碑を建てたということが分かります。で、亡くなった父親の百花日の法要のために建てた石碑なので、それが建っているところっていうのは当然、その亡くなった父親の助義の墳墓であるということが考えられるわけですね。で、なおかつ、銅場遺跡の塚上遺構の発掘調査の成果では、この盛り上がりの中の、土の中から、埋葬された小骨、仮装にした骨が見つかっているので、まあ、おそらくこの銅場遺跡の塚上遺構で、この上には、この石板碑が乗っかっていて、この塚っていうのは弘安6年より少し前の時期に、この板碑が建てたよりも少し前の時期に助義が葬られた墳墓だろう、助義が葬られた墳墓であるだろうということが考えられるわけです。で、伊藤助義については浅香伊藤氏の歴代の人物の一人であるということが分かっていますので、その人のお墓が、銅場遺跡にあった。浅香伊藤氏の助義は浅香伊藤氏の歴代の一人であるので、非常にこの浅香助義と銅場遺跡の周辺地域が、密接に関わる。お墓って自分とゆかりのないところには建てないでしょう、作ったりしないでしょうからね、非常にこう伊藤助義と密接な場所にあるということが理解できます。で、その銅場遺跡のすぐ北側に、鎌倉時代の、
鎌倉時代に栄えた町があって、で館絵が見つかっているっていうことで時代的にも重なってくるので、新井猫遺跡を考えるにあたってはこの動画遺跡を抜きにしては考えられない。つまり、朝会投資と新井猫遺跡は無関係ではないだろうということが、この動画遺跡の調査成果、あるいは安養寺の痛みの名文といいますかね、痛みに書かれている内容から分かるのではないかなと思います。で、私の資料の方の図3のところを見ていただきたいんですが、今写真で見ていただいた塚城以降の A 面図と、その上の石がこう敷き詰められているような状況の部分の平面図なんですね。なかなかのこの図面を見ただけではわからないんですけども、塚城の遺構というのが一辺が3メーターから4メーターぐらい非常に大きなものであるというのがわかります。で、その下に、今方向寺にある安養寺碑の写真を、載せてあります。の隣に写っているのは私の写真なんですね。で、私身長が173センチあるので、こう私の身長とほぼ同じぐらいの大きさの痛み、非常に堂々たるもので、これほどの痛みを作ることができるのはやはりある一定クラス以上の力を持った武士でないとこれだけのものは作れないので、朝会当時歴代の人物が作ったっていうことが名文に書かれているんですが、その名文通りに解釈していいだろうなというふうに思います。今でもこれしっかりのこのようにこうきれいに覆い合っていますかね、屋根もかけて保存されているので、ご興味のある方はぜひ訪ねて行っていただきたいと思います。こう案内板なんかもちゃんと設置してあって見学しやすいような状況になっています。元の4号線の山田電機ってありますね、山田電機の方から西側の方に入っていく細い道があるんですが、あれをずっと行く西の方に進んでいくと方向寺というお寺さんがあります。で、そこにかつて旧安養寺にあった堂埋石にあった板碑が移設されて現在も残っているということになります。で、これまでで新井猫遺跡の発掘調査の概要と、それから堂埋石の発掘調査の概要ということをお話ししてきて、で2つの遺跡を考え合わせていくと、こう新井猫遺跡の周辺というのは朝会投資と非常に密接な関係にあったんじゃないか、その結論を言ってしまえば、本拠であったんではないかというふうに私は考えている。で、あと高橋明さんもそのように考えているんですが、その中でも大事になってくるのは領主との関わりなので、領主の館っていうものが大切になってくるんだろうと思うんですね。これまで新井猫遺跡っていうのはどうしてもその館というよりもこう南北に通っている幹線道路、奥の大道の道と、それからその周りに展開しているこう町っていいますかね、そちらにばかりが注目が集まってしまって、その町と町がそのまま町だけで成立するっていうこともあるんでしょうけども、その背景になるこう政治的な背景って言いますかね、領主との関わりとかそういうものっていうか、少しこうあまりこう重視されないできたんじゃないかなというふうに考えています。で、その辺についてちょっと是正しなければいけないなと思いまして、今回いい機会なので、この新井猫遺跡で見つかった鎌倉時代の館 A と、あと南北朝時代から戦国時代までの館 B について、これまでどんなふうに評価されてきたのかっていうのを、まとめてみました。私の資料の1ページ目、2ページ目、2ページ目になりますか。2ページ目の4というところですね。館 A、それから館 B の評価っていう書いてあるところです。で、これまでどんなことが言われてきたのか、どのように解釈されてきたのかっていうことなんですが、まず館 A について大きく3つの見解が提示されています。まず1つは非領主説
ちょっと難しい表現ですけど、屋形絵は領主とは関わらないんだっていう、これ衝撃的な、私にとっては非常に衝撃的な解釈なんですけど、ああそうなんだ、そういうことも言えるのかなと、こういう説を唱えているのが、発掘調査を主に担当された高橋博氏ですね、私の元、今でもそうなのかな、今でもそうかもしれない、元上司、今でももしかしたら上司かもしれないんですが、まあ、その高橋さんが、唱えている説で、中世の宿と町っていう書の本の中でこんなふうに述べています。出土遺物に領主が晴れの場で使う瓦瓦っていうのはお酒飲んだりするときに使う素焼きのお皿のことです、晴れの場で使う瓦の出土量が少ないことから領主の館ではなく物流や交通を司る者の屋敷であった可能性や宗教施設ではないかとの指摘。しかし宗教に関わる遺物の出土の量はさほど多くないがなされているということを書かれています。ちょっとあの指摘がなされているなんてちょっと他人事のような表現で、ちょっと自信のないところが現れているなという気がするんですが、でもこれには実は背景があって、この荒井猫遺跡は何度も申し上げているように非常にこう珍しい遺跡で、中央の研究者の東京とかにいる研究者の方からも注目を集めて、シンポジウムが2回開かれているんですね。でそのシンポジウムのこう準備会とかの中で、偉い先生方がこう荒井猫遺跡のことについていろんなことを言うんですね。でその中で私が記憶している限りではなかなか漁師の館であるってことをおっしゃって先生はいなくって、お寺じゃないかとか、あるいはその物流を司る言葉はちょっと適切ではないですかもしれないですけども、商人の屋敷なんじゃないか、まあ、町がすごく道路と道と町が注目を集めたので、そんなことを言われていたんですね、もうその準備会の中で。ですからこう指摘がなされているっていうのはそういう先生方のお話を受けての記述になるのかなということです。ただもういずれにしてもあのこの中では、まあ、あの領主のことについては触れられていない。その根拠は出土遺物に瓦気がないからだ。まあ、武士の館を掘ると瓦気がたくさん出土するっていう特徴があるんですね。それがないから、まあ、こういう評価になっています。でこれ2007年に、ね、出された評価なんですが、その後荒井猫遺跡に注目された研究者の一人である飯村仁さんが最近書かれた文章によりますと、それはあれですね、鎌倉幕府と東北っていう書物の中に書かれている一節です。飯村さんはこんなことを言っています。遺跡は鎌倉幕府の成立とともに12世紀後半には成立し、13世紀から14世紀前半に成立があり、鎌倉幕府の滅亡とともに廃絶移転したと考えられる。で略して、その背景には政権交代に伴う流通拠点や流通経路、国の態度の変化が想定されるということで、高橋さんの説ほどではないんですけども、ちょっと領主に関わることは書いてなくて、まあ、物流とか流通とかそういうことについて重視しているということですね。でそれに対して北条氏説という唱えている方、これも私の元上司の柳田和久さんが唱えている考え方で、荒井猫遺跡の町は北条氏の有力者塩田睦前門の所領とすると、町跡付近は鎌倉時代の笹川城と考えられ云々かんぬんというふうに書かれていて、まあ、館 A は笹川城だっていうことを言ってるんですが、これは私は違うなと思っていて、私の図1を見てもらうと、関係する遺跡の位置が書かれていて、笹川城というのは荒井猫遺跡から随分離れたところに今でも笹川という地名があって、まあ、こちらに笹川城はあったって考えた方がまあ妥当かなということで、館 A が笹川城であることはまずないだろうというふうに考えています。じゃあ他に説はないかというと、伊藤氏説ってやっぱあるんですね。でこれを唱えているのが今回ご講演されるはずだった高橋明さんで、同じ
先ほどの高橋がいっぱいいて分かりにくいですよ。高橋宏さんと同じ書物の中世の宿と町に書かれた高橋明さんの文章によると、安養寺ないしその近所は助吉夫妻の引退の地であったと考えられる。千本の町の南端の館、これ館絵ですね、館絵がその居所に用いられたことも考えられようということで、今再三述べてきているように、安養寺、それから荒井猫体積、それと浅香伊藤氏の、まあ、総領家ですね、それとの関わりを正しく指摘していると。で3つの大きな説があるんですが、まあ、その中で私が、ね、いいなと思うのは、まあ、二重丸をつけているように伊藤氏説ですかね、館家には浅香伊藤氏の総領家に、まあ、関わる居所本拠があったんだろうということになります。でもちょっと休憩しなきゃいけないんですが、切りが悪いのでもうちょっと続けさせていただきます。じゃあ館 B についてどんなことが考えられているのかって、やっぱり非領主説っていうのがあるんですね。でこれを唱えているのが、これも私の元上司である押山雄三氏ですね。押山雄三さんこんなことを言っています。南の町の主体時期が鎌倉期であるのに対し、北の町の主体が室町期であることは、町の中心が河川を越え南から北へと移転したことを示唆している。そして両方の町から出土された井戸と柱の比率が近いことも、これについては後ほど詳しく触れます。両者は同じ機能を持っていたためと理解され、これも町の移転を裏付けているよう。ここで井戸と柱のとの比率が主角、これ館 B の中心部分のことです。主角も近似していることについて考えておきたい。つまり、館 B は何なんだっていうことですね。晴れの空間を持たない主角の性格、これは館 A の非領主説と一緒です。晴れの空間を持たない主角の性格は不明だが、変わらけが少ないということです。今は2つの可能性を考えている。1つ目は内堀でハスが多数育成していたとの土壌分析結果が手がかりとなる。逆、ハスからは宗教的施設がイメージされ、このような施設が主角の雑多な移行配置の原因だった可能性がある。明確には述べていませんが、まあ、寺院の可能性を指摘しているんですね。でもう一つは主角にも町の機能があったとの考えであるという、押山さんはこちらの後者の可能性を非常に推しているようですが、まあ、領主というよりはお寺あるいは町そのものだったんではないかという、これも私にとっても非常に大胆な指摘なんですが、そんなことを唱えて、でもう一つ今日、もう見えになっていますが、私が中世の勉強するようになったきっかけの一つでもある広永秀則さん、お城なんか一緒に歩いていて非常にこう私勉強させていただいているんですが、その広永秀則さんがごく短い文章の中で、館 B について、館 B のことを名倉館って言ってるんですね。名倉館は灌漑用のため池の機能も果たしていたと思われる大きな堀に囲まれ、主角とこれに付属する曲輪とは直線的な道で結ばれていますって書いていて、まあ、根拠は示していないんですが、館 B を名倉館っていうふうに、呼んでいて、名倉っていうのは今も地名が残っていますけども、中世室町期以前には村があって、そこに領主もいたんですね。ですから名倉伊藤氏の分家になります。伊藤氏の分家の名倉氏が、本拠にしていた館じゃないかということを言っています。一時私もそうかなと思っていたんですが、今回いろいろ考えてみまして、この辺りって地域が再編されているんですね。名倉村というのは江戸時代になくなってしまって、代わりに荒井村とか小原田村とか、ここには出てないですけど秀の山村とか、そんな風に地域が再編されていく中で名倉という領域がなくなっていくので、確かに館 B のある位置は名倉に近いんですけども、ここを名倉館だというふうに言うまでの決定するまでの根拠は示されてないし、ちょっと違うかなと私は思っています。でこの次もう一つ、館 B についての見解なんですが、これ私が唱えてるっていうか、私が最近、発表した文章で書いたことなんですが、私はこういう館 B は伊藤氏に関わるものだろうというふうに考えていて、こんなことを書いています。鎌倉期に世紀のある館 A には周辺地域では他に例のない移行密度の高い町が広がり、奥の大塔ともされる南北道路が敷設されている。館 A がこの町や、道と深い関係にあったことは間違いない。
その確実性を重視すれば、新井猫田遺跡が所在する朝霞郡の郡司等である伊藤氏は領主の立て主の有力な候補である。これ高橋明説を受けています。で、略館 A と館 B には継承関係が想定できることから、これは、押山雄三氏説を受けています。その場合館 B の立て主は鎌倉家に朝霞郡司等であった伊藤氏総領家の系譜を継ぐ領主の可能性がある。ちょっと歯切れの悪い文章ですけど、まあ、簡単に言ってしまえば館 A が朝霞伊藤氏の居館であって、で南の町と北の町に継承関係があるんであれば、北の町の建て主っていうか主も伊藤氏だろうと、ということを言ってるわけですね。で3つの説で並び立ってるわけですけども、まあ、これ一番最後の説は私が主張してるんで、当然私はこれが正しいんだろうなというふうに思っています。まあ、このようにこう一つの事象といいますかね、発掘調査の成果、文献資料に書かれていることは一つしかないんですけども、まあ、後世の、まあ、今生きる私たちがそれを見たときに、いろんなさまざまな解釈を加えている。まあ、それぞれの人はみんな自分の説が正しいと思っていて、私もそう思っているんですが、なかなかこう一致を見ないという現状もあって、まあ、そういうのが歴史を勉強する楽しみの一つかななんていうふうに、これからは南の町それから北の町っていうものをより深くこう解釈解説っていうか解釈していきたいと思います。資料でいうと5番から、図面でいうと図4からなりますかね。で、正面のスライドの左側が図4、鎌倉時代の南の町と言われている部分の概要図になりますかね。で、こちらを見ていただいて、これが奥の大道ともされる南北の幹線道路になります。真ん中部分が直線的になっていて、北側と南側の末端が東の方に若干折れていくという構造になっています。で、その中心部分を東西道路が通っている。ちょうど真ん中に交差点があるので、やっぱりこの交差点というものを意識して計画的に町が、作られているというふうに私は読み取ります。で、発掘調査をして、発掘調査で出てきた遺物の年代間を見てみると、交差点の北側と南側で、同じような年代間を示しています。ただし、交差点より南側に古い時期の遺物が多いんですね。交差点より南の方に古い遺物が多い。ただし、交差点の北側に古い時期の遺物がないのかというと、そうではなくて、少数ながら北側にも存在している。で、これをどのように解釈するかなんですが、まあ、発掘調査報告書の段階で担当者の方は、まず南に町が作られて、それが北側に広がっていったんだろうという推測をされています。ただ、まあ、そういう可能性が皆無ではないかとは思いますが、この南北の道路の交差の仕方を見ると、やはり計画的に一気に全部が作られて、東西方向の交差点を意識して町が全体として計画されたって考えた方が、まあ、素直かなというふうに思います。で、古い時期の遺物が南側に多いのはどうしてかというと、それは館 A が交差点の南側にあることの関係があるんではないかなというふうに私は考えています。まあ、これは解釈の違いなので、なかなか絶対的な証拠は示せと言われるとなかなか難しいんですが、まあ、この道路の配置状況から見ると、まあ、計画的に全体ができて、南側に館がある関係で古い時期の遺物が南に多いというふうに考えた方がいいかなと。で、その根拠として示しているのが、今、点線で四角く囲った範囲、道路の西側に道路から一定の幅を置いたところに黒いつぶつぶが見えるかと思いますが、この黒いつぶつぶは井戸の跡になります。で、この黒いつぶつぶの範囲っていうのは、道路の南北道路の東側東西の両方に一定の幅を置いてあるんですね。じゃあ、道路とこの井戸列の間に何があったかっていうと、柱穴が見つかっています。つまり道路があって、その道路の両サイドに柱穴、つまり建物があって、その建物の奥に井戸が並ぶっていう構造です。
で西側については緯度列がずっと南から北まで見つかっているんですが、東側については、実は発掘調査の対象外になってしまっているので、北の方ではこう図上ではこう示していないんですが、この線四角い枠の外側にも遺跡が当然広がっているので、緯度列がこの茶色い点線の範囲に広がっていただろうと想定できるわけです。つまり計画的に道路を通して、その左右に建物を建てて、その奥に井戸を作る、そういう町屋の景観が復元できるかなと。でこれが館 A の中心部分の区画で、それの付属する拡張した区画ということなんですが、この館 A の範囲のところ、これ中心部分についても張り出しているもう一つの区画についても井戸と重なっているんですね。つまり井戸と館 A が同じところにある。これどういうことがあるかというと、どういうことが言えるのかというと、館 A と井戸とには時期差があるということになります。どちらかが新しくてどちらかが古いということなんですが、この町がこう全体的な配置状況から見て計画的に作られたという考え方が正しいのであれば、南北方向東西方向の道を作って、でその周囲に町屋を作る。そうするとこの黄色い枠が、今示されていますけども、これがないような状況というのはすっきりした姿として見つかるわけですね。でその既存の町に館 A が後から敷設されたんじゃないか、後からといっても鎌倉時代のまだ早い時期だとは思いますけども、後から敷設された、そういう可能性があるんじゃないか。それがこの館 A と緯度列の重複関係に現れていて、そういうふうにこれを読み取る必要があるのかなというふうに感じています。でこの交差点部分で、この交差点部分、この右側の写真が交差点部分を空から見たところ、を示しています。南北方向の道があって、東西方向の道があって、で真ん中のこう南北方向の道何もないんですけども、この交差点のところだけプツプツプツと黒い穴が見えています。こう道路をこう壊すようにして柱穴がつけられているんです。この辺りですね、この辺り、道路を壊すようにして柱穴が作られている。つまり道路の敷設とこの柱穴の敷設っていうのが同時期でないっていう証拠になるかと思うんですね。つまり道路を敷設した後にこの柱穴を作っている。でこの柱穴、ちょうど交差点の中心部分のところ、道路、町の中心部分の交差点のところで見つかっているから、町の中心部分にこういうものがあるっていうことなんですね。でこれ今までどういうふうにどのように解釈されていたかというと、町の外側と町の内側を区画する木戸跡の木戸門じゃないかというふうに言われていたんです。ただこの南北方向に町が広がっていて、その中心に交差点があって、その真ん中に木戸門があるっていうのはちょっと不自然かなと。木戸門っていうのは町の内と外側を区画するものなので、木戸門があるとすると、あの南北方向の道のちょうど北の末端と南の末端の屈曲するところにあってこそ、町の外と内を区画する木戸門としては正しいやり方、それが町の真ん中のしかも交差点のところにこう木戸門があるっていうのは、少しちょっと考えにくい。でもうそのことを裏付けるように、こう道路を壊すようにして柱穴を掘られているということなので、そもそもこの木戸門と言われている道路を壊している柱穴は当初からは存在しなくて、後からこういうものが、こういう施設が作られたんじゃないかなというふうに考えています。でこれと符合するように、館 A というのが井戸跡の列と重複していて、私の見立てによると井戸跡よりは新しい。で木戸門と言われている以降も道路よりも新しいとすると、館 A が敷設されるのに後から敷設されるのに伴って、交差点の部分に何らかの施設が作られた。でそれは、町の内と外を区画するような木戸門ではなくて、こう交差点、こう町の中心である交差点っていう、まあ、象徴的な位置っていうことを、踏まえると、何かこう町を象徴するような、まあ、何かって言われるとわからないんですが、まあ、そういうようなものではないかなと。であと館 A と同時に出現した可能性が想定できるので、まあ、館 A と関係するような施設、町の木戸門でないにしても館 A が南側にあるので、館 A の外の入り口に関わるような門であるとか、まあ、そんなものも考えられるかなと。あともう一つ、
指摘しておきたいのは、柱の穴の底に石であるとか木の板が据え付けられていたんですね。これなんでそういうふうになってるかというと、他の柱穴ではあまりそういう例はないんですが、ここの木戸のところの柱穴だけには集中的にそういう例が認められている。これはどういうことかというと、穴を掘って柱を据えるんですが、下は粘土なので重いものを、重い建物を建ててしまうと粘土が沈んでいくんですね、建物の重みで。ですからその重みで柱が沈降というか下に下がっていくのを防ぐために、穴の底に石であるとか板であるとかを敷いているわけです。でこの木戸門と言われている柱穴にそういうものがあるということは、ここに建てられていた建物がかなりの重量物、重い建物であったということが、まあ、そういう構造から分かる。でどういうことかというと、平屋の建物ではなくて重層的な、重層的なというと、まあ、2階建てとか、まあ、そういう櫓のような、まあ櫓門かもしれないし、まあ、そういう何か重層的な高い建物が、重い建物がここにあったんではないかなと。でそれは町の当初からあったんではなくて、館家が出現するときにここに象徴的に作られたんではないかなというふうに私は考えています。はい、で次はこの館 B ですね、南北朝時代から室町時代にかけての私は浅海当主の館ではないかと考えている館 B を空から見てきたところです。で左側の南北方向の道路が、元の国道4号線になりますね。今この辺りは車屋さんか何かが建ってますかね。それを北から見たところです。今黄色い印がついた四角くなったところが館 B の主核といっている中心部分の区画になります。これは私の図面でいうと図5678ぐらいを見ていただくといいかと思います。この館の中心部分ですね。でここにはおそらく浅海当主の南北朝時代以降の領主の居館があったんだろうと思います。でこの写真を見ていて、まず気がつくのは、この中心区画、主核の周りに太い堀が巡らされているということですね。この部分です、ね、太い堀が巡らされていて、ただ太いだけではなくって、堀の中に小さな四角い区画がいっぱい掘られているのが、見ることができると思います。これは、上から見ると障子の山のように見えるので障子堀っていうふうに言われていて、中の堀がこう平らであると、例えばこの館 B が敵に攻められた時に堀の中を自由に移動されてしまう可能性があるので、その攻められた時に攻めてきたこう兵士といいますかね、それが簡単に移動できないように途中に障害物を作るんですね。これ攻められにくいようにする工夫なんです。そういう障子堀が、主核を囲んでいる。まあ、このことからこの館 B っていうのが戦争に備えた、館である、こう不穏な状況時代に作られた、取り立てられた館であるということが、まず言えるかと思います。あともう一つ、この矢印で示した部分、ちょうど主核のへりの部分ですね。この主核の真ん中のところに、中心部分には白い印がたくさん書いてありますが、これ主核から見つかった井戸であるとか建物の跡を白く示しているわけです。でその建物の跡とか井戸の跡、いろんな施設の跡っていうのは主核の範囲のへりの部分から見つかっていないんですね。これどういうことかというと、周りに深い障子堀の、広い障子堀の堀を掘った土を館のへりの部分に盛り上げて土手を築いている、まあ、土塁なんていうふうに言っています。だから、まあ、外側に堀があって内側に土塁があって、こう攻められにくいような構造にしている。で内側に土塁、土の盛り上げがあったので、この部分はこう敷地として利用することができなかったので、遺構のない空間として、堀の周りが、堀のへり、宿泊の周りといいますかね、車の周りが遺構のない空間として広がっている。ですからこの館 B がやはり戦争に備えたこう施設であると、その館であるというのが、見て取ることができると思います。でそのこの館 B が戦争に備えている戦乱の時代の産物だというのを示すのが、この赤い印をつけたところです。これ馬出しといって、館への出入り口が当然こうあるわけなんですが、そこに直接入ることができないように出入り口の外の部分を小さな区画で押さえているんです。こう分かりますかね、この字型に
カーソル見えないですね。赤い円のところにこの字型にこう黒く筋が入っているかと思います。これ出入り口、ちょうど赤い線の左側のところに橋があって、ここを渡って館の内側に入っていくんですが、そのちょうどこの館の内側から見ると出口に当たる部分、それが直接こう外側にさらされないように細い溝で区画しているんですね。これ馬出しっていうふうに言っています。こういう馬出しが出現するのはやはりこう戦乱の時代で、物騒な時代になるとこの出入り口っていうのは戦争になるとどうしても攻撃ポイントになってくるところなので、それを守らなければいけないということで出現する施設なわけです。館B にそれがあるということは、やはり館B がそういう戦争の時代にこう手が加えられたといいますかね、そういう時代に使われていた、館なんだということを示します。でこの馬出しの部分にはまず水色の矢印で馬出しの区画に入って、でそこで左に折れて館の中に入っていく、そういう構造になっています。まっすぐ直線的に、館の中に入るんではなくて、少しワンクッションを置くようにして敵の攻撃スピードをこう遅らせるといいますかね、そういうような役割を担っています。このように障子堀があって、しかもそれがすごく太くって、出入り口のところには馬出しがあっ て非常にこう戦乱に備えた、戦争に備えた構造になっているというのが、この全体の状況から見て取ることができると思います。はい、じゃあその館 B の中のこの馬出しを入って中がどのような構造になっていたかということです。これは私の図面でいうと図の5と図の6になりますかね。この図の5と図の6には、あの主核の館 B の中心部分発掘調査をしたときにどんな建物があったのかというのが復元した図面が各報告書に出ています。でその報告書に出ている屋敷の建物の復元の場所をこう示したものなんですが、こう無理に接合してないので間空いてますけど、これ上の図面と下の図面、右上の図面と左下の図面がくっつくというふうに思ってください。でこれをこうずっと眺めていると、建物っていうのがこの主核の中心部分、主核の中にまんべんなく、あるんではなくて、この部分、北側部分と西側部分に偏って建物が作られている。南東部分の建物というのはないわけではないんですが、非常にこう希薄な状態、建物が少ない状態だということが、見て取ることができます。ですからこの主核の館 B の主核っていうのは均一な構造になっていたんではなくて、この中である程度のこう使い分けっていいますかね、敷地の使い分けがなされていた。確かに瓦家の出土量は少ないかもしれないんですが、皆無ではない それなりの一定量の出土量はあるので、柱穴がたくさんあって井戸がたくさんあるからといって、これを、領主その領主と結びつける見解を退けるっていうことはできなくて、やはりこの区画の中で、空間の使い分けが行われているということは、北側に中心的な建物、西側にそれに付属するような建物があって、南東側には建物の希薄な、建物のないような空間があって、一般的に言われているような領主の館の構造を踏まえて作られているんじゃないかなと、建物の検出状況といいますかね、復元状況からすると一概に領主の館っていう性格を退けることはできないかなというふうに思っています。はい、で、領主の館ではないという非領主説の根拠になったのが、一つの根拠になったのは井戸がたくさん見つかっていて、その井戸と柱穴の比率なんですね。で南の町で見つかった井戸と柱穴の比率を押山雄三さん調べて、それとこの主核の中の井戸と柱穴の比率も近いので、この、館 B の中心区画の中は、町じゃないかっていう見解を発表されているんですね。で今画面に示しているのがその柱穴の分布と、井戸の分布を示したものです。黒丸、大きい黒丸が井戸の分布で、つぶつぶつぶっていう小さな分布が、柱穴の、分布になっています。そうすると井戸がこう偏在しているのが分かると思います。あの北側ですね、あと南東側、南西側にこう偏在していて、中心部分に、
井戸が少ない、そういう傾向を見て取れて、これだけ見ていくと確かに先ほどの南の町で見た真ん中に道路が通っていて、道路の両サイドに建物があって、その奥に井戸がある、そういう構造に見えるんですね。ですからこれを見る限りで、確かにこの部分が町で使われていた可能性は確かにあると私も思っています。ただこの館 B が町で使われていた姿っていうのが、館 B が当初からその性格を担っていたのかっていうのは考え直さなければいけない、途中の性格変化っていうことも考える必要があるんじゃないかなと。これはあくまでも南北朝時代から戦国時代までの長い時間幅の累積の結果であって、もっと古い時期、あるいはもっと、南北朝時代から戦国時代の古い時期と新しい時期通じて同じ性格であったとは言い切れないんじゃないかなと思いまして、いろいろ考えてみました。ああこれ井戸の分布ですね。 あともう一つ、あの井戸の分布で特徴的なのは、南西側の部分にこう井戸の集中している赤い点線で囲ったところがあるんですが、これ、主核の周りに遺構のない空白の空間があるはずなのに、南西部分についてはこの土塁のあるべきところに井戸が作られているんですね。つまりこの部分には土塁が、井戸が掘られた時には土塁がなかったということになります。当然この戦乱の時代に作られた館 B なので、周りに堀があってその内側に土塁があるという姿は、自然なわけなんですが、南西側の部分については本来土塁のあるべきところにこう井戸が作られているので、こういう状況をすると、こういう状況を見てみると、どうもこの館 B っていうのは一筋縄ではいかなくて、一つの性格だけで、南北朝時代から戦国時代まで一貫して、同じ性格であったんではなくて、この本来土塁になるべきところに井戸があるっていう状況を踏まえると、途中で性格変化を、しているんではないかなというふうに、想定しました。でポイントになるのは井戸の性格って、井戸がポイントになるなと思いまして、井戸のうちで柱穴よりも、古い時期の井戸ですか、柱穴よりも古い時期の井戸だけを拾ってみるとこういう形になるんです。先ほど見たこう北側とか南西側、南東側に井戸が集中するっていう様子とは随分違って、こうあまりこう偏在性って言いますかね、そういうものがないような状況、もっと言ってしまうと、もっと言ってしまうと、先ほど建物が集中すると言って、建物が集中すると言ったら北側であるとか西側であるとか、この図面で言うと、黒い小さな粒々がやはり北側と西側に濃く現れているのが分かると思うんですが、古い時期の井戸が、見つかっているのは、建物が集中的にあったっていう北側と西側にやはり井戸も集中してるんですね。で南東側には建物も少ないし、古い時期の井戸も少ない。ですからこの館 B の中心部分っていうのは、均一な空間ではなくて、空間利用の差っていうものがあった。ですから町っていうと、どうしても先ほどの南の町でも示したように均一な空間利用っていうのが特徴なんですけども、ここについては、空間利用が非均一になっている、こう使われ方が違う場所があるということので、この先ほどの最初の図とこれか、よいしょ、最初のこのこちらの図面を見ていくと、あ、町かなと思うんですが、こちらの図面を見ていくと、どうも町とは言い切れない。でこれは古い時期の井戸なので、古い時期にはこういう時期のこういう景観の時代があって、それからこういう景観の時代に移り変わっていた。でこちらの新しい時代の景観というのは、押山雄三さんが言ったように町として使われてもおそらく違和感ない、私が見ても違和感ない。ただしこれより古い時期の井戸がこのあまり偏在しないで真ん中の方に、建物と同じようなところにあるような、こういう時期にまで町の性格を遡らせていくのは、若干問題があるかなというふうに思っています。はい、でいろいろこう内容が、ね、多岐にわたってしまったので、まとめてみたいというふうに思います。
まず、結論1、館 A、それから館 B、これは両方ともに浅海投資の本拠であったんじゃないかなというふうに考えています。それから、古い方の鎌倉時代を中心とした館 A というのは最初からあったんではなくて、南の町が先にできて、まあ、それにこう言葉は悪いですけど寄生するように後から町に出現したんじゃないか。それはあの南の町の館へと井戸との関わり、それから、交差点にある柱の性格といいますかね、道との重複関係、そんなことから最初からあったんではなくて、後から館が町にこう吸い寄せられるようにして移っていったんではないかと。でこれについてなんですけども、私の資料の図1の方を見ていただくと、館 A、館 B、払い猫大石の場所から北東にこう 2キロぐらいですか、2キロぐらい離れたところ、今イオンタウンって言いましたかね、イオンタウンがあるところのそばの豊八町とか松木町とか言ってるところに、近世に作られた地史によると、助長団とか助長社っていうものがあったっていう記録があるんですね。じゃあこれ一体何なのかっていうと、助長っていうのはこの助の字が続いていることからも分かるように、浅海当主の歴代の一人なんです。で系譜的には助吉の父親だっていうふうに位置づけられています。ですから、伊藤氏が朝霞郡に初めて来住した時の本拠っていうのは、今のこうイオンタウンのあたり、松木町とか豊八町のあたり、助長の時代まではこのあたりにいて、それから若干一世代後の助吉の時代になってから、館 A とか館 B のあるこの町の方に吸い寄せられるように移転していったんではないかなというふうに考えています。で、南鎌倉時代を中心とした館へ、それから南の町なんですが、まあ、鎌倉時代は比較的平穏な時代だったんですが、鎌倉幕府が滅んでこう戦乱の時代になって、南北朝時代はこう全国規模で戦争が続いた時代なので、まあ、そういう時代になると、南の町の館へではこう戦争に耐えきれないんですね。堀の幅も狭いし、攻められたら一気に攻め落とされてしまうので、より守りやすいように、館を拡張して、あるいは防御力を高めて、館 A が、館 B の方に移っていた。障子堀を作ったり、馬出しを作ったりと。で当然南の町っていうのも北の方に移っていくんですが、当初は、館 B の主格の中にはなくって、その館 B の周りに町が展開している、南の町と同じような景観だったんだろうというふうに思うんですけども、館 B の中心部分がこう新旧2つの時期差があって性格が違っているんじゃないかっていうお話しましたように、前半の部分、館 B の前半の部分は浅海当主の、屋敷があって、それが、天文期以降だって、私これ戦国期の真ん中ぐらいです。天文期以降に、実は浅海当主というのは没落してしまうんですね、はっきり言ってしまうと滅んでしまうん で滅んでしまって浅海軍からこう没落して、今の伊達氏のあたりの、所領をもらって伊達氏の帰化として、近世を生きていくことになるんですが、浅海軍からは退去してしまうんですね。つまり浅海軍からいなくなってしまうので、館 B の主がいなくなってしまうんです。ただし、主がいなくなってしまって廃絶してしまうということも一つ のストーリーとしてはあるんですが、館 B については、領主がいなくなった後も、なんですかね、機能する機能としては続いていて、外側にあった町が領主不在になった、主格の部分にも広がっていって、こう押山さんが言われるような、北の町って言いますかね、北の町が領主不在の館 B の中心部分にも広がっていった。これがあの井戸がこう北側とか南西側とか 南東側とかって、いわゆる北の町って言われている経過に変化していったきっかけになったんじゃないかなというふうに、今回考えてみました。以上4つのこと、今回荒井猫遺跡、実は私あまり荒井猫遺跡の発掘調査に関わっていなかったんですね。でもだからなかなか荒井猫遺跡のことについて考える機会なかったんですけども、今回こういう機会を与えていただいて、荒井猫遺跡に
発掘調査報告書が8冊ぐらいでしたかね、こんな1メーターぐらいの厚さでいうと、それをずっとパラ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 っとめくって、あとシンポジウムの成果なんかもひっくり返してみて、ちょっと今まで言われていたのと違う評価も違う考えを持つように なりました。でこういう機会にその成果を発表させていただくことができて、まあ、非常に、私にとっても有意義だったなというふうに思います。ちょっと分かりにくかったですかね、細かな話で分かりにくかったかもしれないんですけども、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。